タロです。今日もご視聴いただきありがとうございます。先日ですね、2024年秋冬のユニクロ U が発売されまして、購入品動画をお送りしたんですけども、僕の方が3点購入してきたんですけども、今日の動画はですね、その3点を使ってコーディネートをね、いろいろ組んでみようかと思いまして、今日動画を回しています。せっかくね、購入したならやっぱね、着回しも含めてですね、コーディネートできた方が楽しいと思いますので、今回の動画は僕が購入した3点を使うんですが、3点だけで着回すとね、ちょっと単調になってしまうので、私物を使ったものと絡めるコーディネートの方も作ってみましたので、何かね、ご参考になれるものがあればと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。1つ目はですね、ツイルオーバーサイズシャツを使ったコーディネートになります。ユニクロ U のオフィシャルの提案としては、シャツのようにも着れて、ジャケットのように羽織物のようにもね、使えるというのが謳い文句のシャツとなっていまして、生地がね、結構しっかりとした厚地の生地なので、羽織物としてもね、使えるシチュエーションがあると思いまして、3パターンですね、つなげてお送りしてみました。まずね、最初なんですけども、コーディネートと言えるか分かんないぐらいシンプルなコーデなんですけども、でコーディロイの肉厚の素材感に上までね、閉じて、あと A ラインを作る感じに意識して組み合わせをしました。こういうね、シンプルなコーディネートは本物の使い方とかがポイントになるのかなとは思うんですけども、まあ、シンプルに今日かけてるね、ジュリアスタートオプティカルのメガネと靴の方がローファーを合わせてみました。僕はね、この黒と黒の組み合わせということで、まあ、ちょっと今回はバーガンディのね、色が入ったものを合わせたんですけども、まあ、黒黒の同系色に、多少ね、靴で色を合わせても全体としては結構馴染みのいいコーデになるのかなと思います。はい、まあ、次にですね、シャツとパンツは同じ組み合わせなんですけども、中に合わせるものがバンドカラーのスタンドカラーのね、白いシャツを合わせてみました。無印のね、スタンドカラーになるんですけど、インナーにシャツ合わせて上にシャツどうなのっていう方もいると思うんですけども、中間シーズンね、何着ようかなっていう時にシャツ2枚っていうね、薄い重ね着っていうのは結構温度調整にも便利かなと思いまして、こういう組み合わせにしました。でそのままね、続きでインナーを変えただけなんですけども、パーカーをね、合わせてより羽織物っぽいコーディネートにしてみました。これね、普通のシャツの生地、薄い生地ですとやっぱりしづらいコーディネートかなとは思いまして、厚い生地ならではの、コーディネートなのかなとは思うんですが、温暖化でね、ダウンみたいな防寒着を着る時期って短いと思うんですけども、完全にね、冬に行くまでの間に、まあ、こういったスウェットパーカーと、このシャツというね、羽織物の組み合わせというのも使えるコーディネートになってくるのかなと思って、こういう提案をしてみました。インナーがね、変わるだけでだいぶ印象変わりますよね。はい、というわけでですね、まずはツイルオーバーサイズシャツのコーディネートになります。2つ目のアイテムはですね、ラムニットジャケットを使ったコーディネートになるんですけども、僕が買ったのは、黒を購入したんですけども、黒いニットの羽織物って、まあ、少しね、上品になりがちなんですよね。まあ、そこで2つ、その上品さを使ったコーディネートとラフな方にね、振ったコーディネート、それぞれ違う雰囲気のコーディネートを作ってみたんですが、まずね、1つ目がセントジェームスのボーダーをね、合わせていまして、パンツの方はワイドフィットチノのベージュを合わせています。まあ、せっかくならね、今回ユニクロ U のアイテムも使おうかなと思ってワイドフィットチノをね、使ったんですけども、今回はね、下を少し軽めにしたいなと思ってベージュのパンツを使っています。で今回ね、インナーに使うのは白にネイビー地のね、ボーダーを今回は組んでいます。そしてスニーカーの方がですね、ムーンスターのキャンバスのスニーカーを合わせています。インナーの白ベースのボーダーなので、今回はね、靴の方も白でちょっと統一感を出して色を拾ってまとめてみたんですけども、バスクボーダーにチノパンに白いスニーカーというとですね、少し春っぽいというか軽めな印象になってしまうんですけども、そこはね、いい意味で雰囲気の重みの出る、ラムニットジャケットの方を羽織ることによって秋用のね、コーディネートとしてもいけるんじゃないかなと思っています。
ずね、一つ目のコーディネートは切れ目な方向に振ってみたんですが、次のコーディネートの合わせがですね、中をね、半袖のバンズアウトフィッターズのプリントティーを合わせてみまして、でパンツの方がですね、ダメージデニムを合わせてよりラフな方向に振ろうかなと思って合わせています。そして靴の方がですね、まあ、今回はですね、エンジニアブーツで合わせていまして、でよりカジュアルに見えるですね、ラフアウトの、スウェードのエンジニアブーツを合わせています。あえてですね、このニットだけが上品なアイテムで、プリントティーとダメージジーンズというね、ラフなアイテムで振り切るっていうのも結構バランス取れるかなと思って、今回ね、そういうコーディネートを組んでみました。全体としてはアメカジカジュアル寄りなんですけども、このニットで中和するみたいなコーディネートにしています。で、帽子の方がね、ベレー帽とかでも良かったんですけど、まあ秋冬ですし、ハットを使ってみました。このラムニットジャケットは、いろんな組み合わせ楽しめるかなと思いますし、中間シーズンの羽織物としてもね、結構使い勝手いいのかなと思って、これはね、ほんと買って良かったなと思いました。はい、というわけで、2つ目のアイテムは、ラムニットジャケットを使ったコーディネートになります。はい、最後3つ目はですね、コーデュロイタックワイドパンツを使ったコーディネートになります。まあ、素材がね、コーデュロイということで、結構ね、季節感も出ますし、いろんな組み合わせ、これまた楽しめるかなと思いますし、僕 S を選んだんですけど、すごいこの S のバランスがいろんな方向に持っていけるなっていうのを今回、コーディネートを作って実感しているところですね。まずね、1つ目の合わせなんですけど、スタンドジップスウェットを使ったコーディネート。で、靴はラッセルモカシンのブーツになります。クライミングパンツのデザインということで、カジュアルな方向に持っていきやすいアイテムでもあるんですけども、まあ、同時にね、シルエットも太いながらも綺麗なシルエットになっていますので、カジュアル系のね、アイテムで合わせてもバランスをね、取ってくれるいいパンツだなと思いましたね。で、僕が合わせたのはスタンドジップのスウェットなんですけども、パーカーで合わせてもいいんですけど、パーカーですとやっぱちょっとカジュアル寄りの雰囲気が強くなるんですけど、スタンドジップですとカジュアルなんですけども、ラフすぎない方向に行くかなと思って、今回これを合わせています。で、最初はですね、ハーフジップのね、組み合わせだけで、まずお見せしてるんですけど、このコーディネートにデニムの生地も合うだろうなと思って、次にね、Gジャンを上から羽織ってるんですけども、これリーバイスの、ファーストタイプのデニム、Gジャンをね、合わせているんですが、これパーカーなんかでも合いますし、中がね、襟付きのシャツなんかでも相性いいと思うんですけども、まあ、シャツのね、組み合わせ多いので、今回はハーフジップを上まで上げて、タートルネックのようにしてインナー使いをしています。まあね、最近11月もダウンまだいらない気候かなと思うんですけど、まあ、そういった時にですね、上にデニムジャケットを羽織るだけでも、風がねしのげてちょうどいい温度調整になるのかなと思いますので、今の日本のね秋冬でしたらこういう組み合わせ結構使える重ね着になるのかなと思って、組み合わせをしています。まあハーフジップ今ユニクロとかでもね売っていますので、そういったものをね活かしながら、コーディネート感出しながら使うと、またこのコーデュロイのねパンツも楽しいんじゃないかなと思いました。このパンツを使った2つ目のコーディネートなんですけども、エクワックスのレベル3のフリースを使ったコーディネートになるんですけども、コーデュロイの素材感がね、温かみのある素材に対して上をフリースを持ってきて、なおかつね、色は、黒とかだと単調になるなと思って、デザイン性のあるね、あのエクワックスのフリースちょうどいいかなと思って上に合わせてみました。インナーはね、ユニクロのサーマルのヘンリーを使っていまして、シンプルなインナー使いをしています。フリースにコーデュロイのクライミングパンツというところでアウトドアの雰囲気になると思うんですけど、それに合わせたようにですね、ブーツのねダナーライトを合わせています。この組み合わせはね、ミリタリー寄りにもアウトドア寄りにも見えるようなコーディネートっていうところをね、ちょっと面白いかなと思って作ってみています。またね、デニムのようなね、男臭さとは違う男臭さというか、まあそういうのを出せるコーディネートかなと思いますので、まあなんかこういうね、コーディネートもいいんじゃないかなと思って作っています。
そしてコージロイのパンツ3つ目ですね。まあ、これはね、前の2つとまた全然違う組み合わせにしたいなと思ってやってみたら、意外とね、この組み合わせあったので載せてみたんですけども、何年か前のユニクロ U のネルのチェックシャツなんですけど、ネルのチェックシャツってカジュアル寄りのね、アイテムなんですけども、ルメルさんがね、配色する、こちらのチェックですと結構綺麗にまとまるかなと思って合わせたんですよね。羽織のようにね、使ってもいいんですけど、まあ、せっかくこのタックが入ってて、トラウザーのようにね、使っても面白いかなと思って、今回はあえてタックインをしてですね、パンツのデザインをね、目いっぱい見せたコーディネートにしようと思って、合わせてみました。靴の方はですね、タックインしてすっきりした印象に見せたかったので、こちらもね、オールデのプレーン2の黒を合わせています。僕はちょっとこのコーディネート、全体的にすっきり見せたコーディネートも面白いかなと思って、そういうコーディネートを作ってみました。過去のユニクロ U のね、アイテムも結構こういった感じで使うことができるので、まあ、結構いろんなね、組み合わせで、またね、昔のアイテムを引っ張り出して組み合わせても楽しいんじゃないかなとは思いますね。はい、コーディネートの方いかがでしたでしょうか。まあ、今回ね、購入した3つをね、いかに着回して着るかとか、なるべくですね、リアリティのあるコーディネートをね、意識して作ろうと思って作ってるんですが、お好みがそれぞれあると思いますんで、合う合わないはあるとは思うんですけども、まあ、もしね、何か今回の動画を見て、一つでもね、ご参考になれる部分とか、あ、これ面白いな、みたいなね、部分が感じていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで、もうだいぶね、秋めいてきましたけども、まあ、洋服好きのね、方にはすごい、楽しいシーズンになってくるかなと思いますので、こういった感じのね、コーディネートなんかも、今回はね、ユニクロ U 購入品のコーディネートでしたけども、まあ他のアイテム、私物なんかも使ってですね、コーディネート動画、またできたらなと思っています。はい、というわけで、今日の動画いかがでしたでしょうか。今日の動画いいと思った方はですね、高評価ボタンとチャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。